月末までの成績で、指名打者のファーストチームに予想ドジャースの大谷翔平投手は、4月最後のを残し、ここまで打率341、7塁打19打点、オプス 1.041 の好成績をマークしている。公式サイトでは、現時点でシーズン終了後にオールチームに選出されるであろう顔ぶれを予想し、ファーストチームの指名打者に大谷が選ばれた。オールチームはシーズン終了後に専門家とファン投票によって選ばれ、リーグ関係なく先発投手5人、救援投手2人、野手の各ポジションから1人、外野は3人、指名打者1人の16人が選ばれ、ファーストチームとセカンドチームの計32人が選出される。大谷はこれまで2021年から3年連続で同賞に選ばれている。2021年は先発投手で、セカンドチーム、指名打者で、ファーストチーム、2022年は先発投手で、ファーストチーム、指名打者で、セカンドチーム、2023年は先発投手と指名打者で、ファーストチームに選ばれていた。公式サイトは、大谷が放つ打球の驚異的な速度に注目。大谷は、驚異的な数値を量産し続けている。4月23日、同24日、彼は 118.7 マイル、約 191.03 キロの塁打を放ち、その数字は、スタッドキャスト時代、2015年以降において、ドジャースでの最速弾だったと紹介した。セカンドチームには、ヨルダン・アルバレス外野手、アストロズ、打率275、7塁打18打点が選ばれた。大谷は4年連続オールチームへの選出へ、着々と進んでいる。年間で最も活躍した指名打者に贈られるエドガー・マルティネス賞も3年連続で受賞中の大谷。今年も体感に期待がかかる。フルカウント編集部。